はいどうも。で、今回はグラブルなんだけど。久しぶりだね。初めて、アスタロとをソロでやってみたのね。ああ、あのでっかい人ね。で、せっかくだから、フルオートで勝てないかなと思って。フルオートで勝てれば楽だよね。ということで、先に戦闘の様子を見て、その後で編成について説明するよ。ほう。っていうかこれもう終盤だね。長かったので最後だけにしたよ。キャラは、クリスマスマギサさん、水着ブローディアさん、ソリッツさんかな。うむうむ。サブには、4チェーンした時に、援護射撃してくれる水着シルバさんと、最強のサブメンバーカイムくんだよ。ふむ。これはあれだね、ソリッツさんのお姉ちゃんパワー全開編成だね。敵もお姉ちゃんなので、ソリッツさん張り切ってるよ。いやお姉ちゃん相手だと殴れないのでは。ちゃんと攻撃してるから大丈夫みたいだよ。HP は主人公が2万、5000くらいか。そんなに多くないね。マグナのなんちゃってハイランダー編成だからね。なんちゃってハイランダーでも、フルオートで勝てるということね。まず、ゼノゴフことの奥義で、HP 回復できるし。クリマギさんの一アビでも、再生とブロック、幻影がつくよ。クリマギさん強いな。あとは水着ブローディアさんの、全体カバウト最大ダメ1500固定化。それから奥義打つたびに、2アビ発動してる遺跡防御アップ。今やりミブロさんより水着ブローディアさんの方が評価が高いようだね。フルオートにぴったりだしね。あとは最強のサブ、カイムくんのサポアビで、攻撃別枠上段 20%、防御 50%、ダメージ上限 10% アップ。最強のショタだな。ショタよな。ということで、守りはとっても硬いはず。味方 HP あんまり減ってる様子ないね。うむうむ。クリマギさんの奥義で、アビ自動発動して、ディスペルしてくれるのもいい感じ。それにしても水着のお姉さんしぶといね。残り11分ということは、すでに19分やってるのか。うむうむ。あの6000ダメージは、無属性かな。減らせてないので、無属性っぽいね。でももうちょっと画像でっかくすればよかったね。録画失敗だね。姉ちゃんたちには触れさせねえ。ソリッツさんはかっこいいおじさんだよ。ちなみに、ソリッツさんも、攻撃されたりダメアビ使ったりすると、勝手に防御が上がっていくよ。さすがイケオジ。で、敵死も高いから、攻撃を集めてくれるし。でもアビで自己回復するからしぶといよ。ソリッツさん、火力高いけど、防御も硬いのね。うむうむ。この3人はみんなそんな感じだね。そろそろ終わりかな。20分もかかったけど、特に危なげなく終了。ふんむ。では編成を見てみようか。メンバーはすでに見たけど、こんな感じ。まあこれ、クリマギさんと水着ブロさん、水着シルバさんは期間限定だから、揃えるのは難しいかもね。まあサブシルバさんは、他のキャラでもいいと思うよ。クリマギさんも、ジェシカさんとかでもいけるんじゃないかな。ジェシカさんもフルオート性能高いよね。うむうむ。水着ブローディアさんは、ちょっと変わりはいないかもしれない。まあ水着ブロさんは仕方ないか。ソリッツさんは、別の火力キャラでも良さそう。クリスマスナルメアさんとかいれば嬉しいかな。そうだね。カイムくんは賢者なので、時間をかければ取得できるね。最初にゲットした賢者だったね。うむうむ。やっぱり10賢者は、サブ能力重視がいいかな。メインだと他のキャラたくさんいて迷っちゃうからね。うむうむ。だからまあ、この中では、防御のためにカイムくんと水着ブロさんは、欲しいところかな。あとは回復キャラと、火力キャラ。その二つは大体キャラいそうだね。うむうむ。続いて武器編成。なんかあれだね。ただでもらったごとつゆぐ剣と、手に入りやすい師匠武器と、三突しかしてないウリエル剣。メインも比較的手に入りやすいゼノゴフこと。つまり、かなりサボった武器編成でも、アスタロとフルオートで勝てるということだね。そうだね。まあ、勢いで4突しちゃったイチゴ刀とかもあるけど、苦労して集めたのは、この中では天秤くらいかな。今回はそれすら必要なかったね。上限届いてない感じだったし。うむうむ。ということで、こんな感じのなんちゃってハイランダでも、アスタロとフルオートで危なげなく勝てました。召喚石は？両面ユグマグ5突だよ。あとは適当に、ステータスの高い石を。ベリアルは？我が土パーテは、HP そんなに多くないから入れなかった。まあ HP の減り方見る感じでは、入れても問題なさそうだけどね。
そうだね。ということで今回はこれくらいにしましょ。20枚100円のおせんべい買ってくる。じゃ。安いな。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではまた。